はい、皆さんこんにちは。今回はドーム、五大ドームツアーの京セラドームの方に参戦してきましたので、そちらでの、購入品とレポートをしていきたいと思います。BGM はリバーからランダムでいきたいと思います。はい、まあ動画を撮ってんのが、まあ8月8日なんですけども、自分が、行ってきたのが、8月7日ですね。はい、でまありっちゃん神吉と、はい、一緒に行ってきました。席はですね、スタンド下段の一塁側で、まあどうかなと思、見え方はどうかなと思ったんですけど、まあメインステージは遠かったんですけど、そのバックステージが近くて、はい、そこに来た時は結構よく見えたんでよかったと思います。はい、でまあまずは、そのもらったもの、入った時にもらったもの、紹介していきたいと思います。まずはこれですね、ハース食品の、スペシャルナイトの、はがき、オーバーはがきです。で次は、チームサプライズの、はい、うちわです。新しいやつですね。はい、でまあこれが一番良かったと思います。ペンライトですね。まあ自分はあのオフィシャルのあのやつ持ってたんで、まあ使わなかったですけど、はい。でまあもらったものは以上ですね。で次購入品、まあ京セラの方で買った購入品を紹介していきたいと思います。まずはこちらです。ドームツアーのパンフですね。はい、でまあパンフ買ったんで写真ついてきたんですけども、写真は、こちらです。田辺でしたね。はい、これはこちら提供できます。まあ149種類ですかね。まあそれぐらいあるので推しは引けないだろうと思って、まあ引いたんで特に大丈夫、大丈夫っていうか、まあダメージは少なかったです。はい、でもう一つは、はい、こちら推しセンスです。まあ誰を買ったかというと、ふーちゃんを買いましたね。はい、でまありっちゃん神推しにも、それお前推し変だろみたいな感じで言われたんですけど、まあはい、ちょ最近なんかふーちゃんがちょっとやばすぎて、まあ一押しがふーちゃんで二押しがりっちゃんみたいになっちゃった、まあなったんで、はい、まあ、これからは主にふーちゃん押していきたいと思います。まありっちゃんも押していきます。でまあ、購入品、まあ、京セラでの、購入品は以上です。でまあこれは別のとこなんですけど、NMB48 マーブルチョコクランチということで、はい、こちらお土産に買いました。でまあレポなんですけども、まず、NMB が、大阪城ホールですかね、そちらで、3周年記念コンサートを、やることが発表されましたね。はい、でまあ8月7日はあとは、はい、特にそのなんですか、大きなサプライズ的なのは、まあ、それくらいしかなくて、まあ、平和に、比較的平和に終わったんじゃないかなと思います。でまあ曲としてはですね、まあ、結構盛り上がれる曲が、まあ、基本的にライブ、AKB のライブ盛り上がれるんですけど、まあ、個人的になんかその好きな曲がいっぱい流れてたんで、まあ、よかったなと思います。まあ、途中で、サヤネーとユイハンと、山田奈々が3人出てきて、まあ、太宰治も読んだかという曲をですね、はい、サヤネーがギター、ユイハンがハーモニカ、山田奈々がタンバリンということでやったんですけど、まあ、それが良くて、まあ、特にサヤネーの、ギターがうまくて、まあ、かっこいいなって思ったりしました。はい、あとはですね、まあそんな感じですかね。まあやっぱり大阪でのコンサートということで、まあ
前々から発表されているようにやっぱ NMB が中心でたくさん出てきましたね。はい。で、まあ、あとは、まあ、恋するフォンチューンクッキーの曲の前になんかダンス講座みたいなのがあって、まあ、そこでみんなで踊ろうみたいな感じがあって、はい、まあ結構楽しかったですね。はい。で、まあちょっとあんまうまくレポみたいなできなかったんですけど、はい、こんぐらいにしていきたいと思います。ありがとうございました。